てきたのに。無茶言わないでほしいっすよ。こんな岩一体どうしろって。あのうちなんとかできますけど。本当？それは持ち上げた。それで危ないからどいててください。そして放り投げた。これで通れますよね。はあ、なんというか。やっぱりはしたないですよね、女の子なのに。こんな力持ちで。すごいすごい、やるじゃない月か。それでこそ私の下僕だわ。え？あんたたちもちょっとは月かを見習いなさいよ。役立つ特技の一つもないと私の下僕は務まらないんだからね。はい、頑張ります。見習って真似できるもんじゃないっすけど。いくら怪力だろうと一対一の戦いで負け。何ぼーっとしてんの。さっさと進むわよ。せっかくあんたが通れるようにしてくれたんだから。はい。力持ちで褒められたの初めてかも。そういえばさ、あのおっさん、あんたと喧嘩してるとき、え、よく、確か、息ちょっと気になっちゃってさ、あれって何のことなの？わからないです。白金さんときちんと話したこと。もしかしてもしかして、魔王としてとんでもなく悪いことを始めるつもりなんじゃないですか？そんな、白金さんはそんなこと。もしそうだった場合、勇者として奴を撃つ覚悟はあるのか？そんなこと、白金さんを撃つなんて、うちには。ソウルさんってば、またいじめるようなことを。まあまあ、もしもの話をしても仕方ないっすよ。それもそうね。Right.
皆さんしっかり働いてくださいね。あ、私の番。ありがとう。僕の番っすね。おとなしくしててください。ダメ、敵を倒すか。やりました。僕の番っすね。私も頑張らないと。どうしようかな。僕の番っすね。どうしようか。置いてかな。しばしの間。受けて立ちましょう。参ります。僕の番っすね。おとなしくしててください。引っ張らないようにしないと。参ります。やはり死体もおとき温めるください。シュシュ様でやっ、これでさーて、どんなことをしてあげましょうか。僕の番っすね。あー、心強いですよ。さーて、どんなことをしてあげましょうか。敵を倒せばいいのですよね。刃の梅雨と消えなさい。行きます。これが効きますよ。てやー、行きます。行くっす。こんなところでしょうか。レベルアップ。なかなか良いものですね。あ、ようやく城下町って感じっすね。どうもこうもないわ。適当に誰か捕まえて、あのおっさんの情報を。お帰りなさいませ、お嬢様。は？え？お帰りって私の家じゃないけど。ご案内いたしますので、こちらへ。旦那様、上着をお預かりします。ああ、いいっすよ、別に暑くないし。つべこべ言わずさっさと入れ、グズが。ちょ、押さないでよ。なんなのよこいつら。先を越されてしまった。急がないと。旦那様、お砂糖はいくつ入れましょう。ああ、じゃあ2つ。男のくせに2つ。ああ、その蔑むような視線が。なあ、高い金払ってるんだし、少しくらい。その汚らわしい手で私に触れようと。手だけではなく、心根まで汚れ。ああ、そうだ、俺の心は真っ黒だ。オーナーに喧嘩を大りになる度胸があるのでしたら、どうぞ。それは
なんか急に世界が変わったような。これは喫茶店なんすか？魔風の城下町にゴスロリ少女たち、シュールですね。わからんな。あんな厚着した女に接待されて嬉しいものなのか。人の趣味はそれぞれですから、私は可愛いと思いますよ。お嬢様方、当店のご利用は初めてですか？あ、うん、そうだけど。いや、では説明を。当店ではサービス内容は飲み物の給仕と簡単な言葉攻め、他さまざま。基本サービスに言葉攻めってどういうことなのよ。オーナーの意向です。お客様からも好評いただいております。ほんと人のし なんだかおかしいです。なあ、お前のな。え、あ、僕も気になってたっす。戦いたくないってのはわかるけど、わざわざ助けたいって思うのも。まして、こんなところにいるはずない。キカさん、白金様に好意を？違います。ただその白金さんは立派な人だから。ほとんど話したこともないんだろう。なぜ立派な人だと思う？あの、それはうち、おかげ、はい、この世界は昔からすごく平和で、モンスターが人間を、それで気になったんで、おとなしそうなモンスターに聞いてみたんです。そうしたら、ほう、魔王が人を襲うな。魔王なのにいい人ですか？面白くないです。この世界の平和を守ってるのは勇者のうちじゃなくて、だからうちは。でもさ、スキカと初めて会った時、村がモンスターに襲われてたじゃない？あれはどうして？それはうちが何度も白金さんを吹き飛ばしちゃったから。勇者が世界を乱してどうするっすか。だから白金さんは立派。以上で説明を終わった。あ、ごめん、全然聞いてなかった。そもそも私たち客じゃないし。客じゃ。お店に入ろうにもお金持ってないですしね。お金がない。まだ何も飲み食いしていないだろう。そもそも言い訳は結構。むちゃくちゃ言ってんじゃないわよ。そっちがその気なら。おお、何の騒ぎ。オーナー、この者たちが金も持たずに入。ほう、不貞野郎もいたもんだな。あ、あ、好きか。なんでここに。オーナーのお知り合いだったのですか？知り合いというか、いや、大の大人がうろたえないでください。見苦しい。お、胸に刺さる痛うれしい言葉じゃない。こんなことやってる場合じゃ。落ち着け。ここで暴れるのはなしだ。ここの連中はわしの大事な。うわ、やめろ、やめてください。ぶたないで。なんだ。泣かしちゃった。今のはまずいっすよ。いくらなんでも月花さんがかわいそうです。魔王の風上にも。魔王の悪さとしては。なんだ寄ってたかって。なんだと。それじゃ月花は。そうっすよ。だがあいつそんなこと。最初からビビってちゃんと話聞こうとしなかったんでしょ。あ、そんなけなげな少女が見たものは自分の趣味。弁解なし。あなたたち、白金様をあまり責め。そうよ、白金様をいじめていいのは私たちだけ。なぜなら白金様は私恩人だからいじめるってのがわけは。誰かさんの特殊な性癖が重ね弁解の死。この町にいる二